竹雄温泉新館は、佐賀県竹雄市にある建築物。国の重要文化財。所在地は、佐賀県竹雄市竹雄町大技竹雄百二十五番地。設計者は、辰野金吾。九百十四年十一月二十日に、上等、翌九百十五年四月十二日に落成した。地上二階建ての入りもや造りで、延べ床面積は四百九点五平方メートル。 正面中央に玄関車寄せを備えた木造2階建ての主体部を中心に玄関に車寄せが設けられている。中心部から両翼に平屋部分が張り出す構造で背面に八角形の大浴場や大正天皇のために作られた浴室がある。また当時の建築界をリードしていた建築家の立つの金吾が関与した数少ない和風建築である。建築以来、 公衆浴場として使われたものの、老朽化などを理由に1973年に休館した。1986年に、県重要文化財に指定された。2000年、創建時の建築に忠実に復元することが決定。復元に向けた調査は、地元の建築士グループ、町県武雄が担った。2003年、復元工事が完了。 2005年7月22日に、国の重要文化財に指定された、竹尾温泉の資料館となっている。AB、竹尾温泉新館及び、ローモンドモン文解散オンライン、文化 .2.ac.jp、2020年6月11日閲覧。平成この日、竹尾温泉新館を復元イコール平成15年3月8日、辰野の金吾設計。 国十分に指定待ちの話題佐賀新聞ニュース、佐賀新聞リブ、佐賀新聞リブ、2020年6月11日閲覧。ありがとうございます。